日本群馬県桐生市広沢町広沢町は群馬県桐生市の町名である。1丁目から7丁目が設置されている。郵便番号は376-0013。桐生市の南部に位置する。旧広沢村から現在の広沢町間の島の一部を除いた地区にあたり、広沢町1.2、3丁目は桐生市第12区に広沢町4.56.7丁目は 広沢町を間の島とともに、気流市第13区に属する。北部から東北部にかけては、渡瀬川を境として、三好町、小梅町、境野町、栃木県足利市小幡町に、南部は八王子丘陵を挟んで、大田市、吉沢町、北金内町、関塩町、西長岡町、矢部塚町に、西部は、緑市笠掛町浅見に、西北部は、 愛ヨ町、桜木町にそれぞれ接する。二丁目には、東武鉄道の新気流駅があり、新気流駅と旧市街地を結ぶ群馬県道68号気流、伊勢崎線に沿って新市街地が形成されている。三丁目の茶臼山は、八王子丘陵で最も高い山であり、各放送局の気流中継局が設置されている。五丁目には、 丘陵地を利用して建設された桐生市斎場や桐生市南公園がある。六丁目には中世の豪族の屋敷構えを残す彦部家住宅やおかがり神事で知られる鴨神社がある。広沢町の大部分は桐生市第13区に属し桐生市立広沢中学校の学校区であるが桐生市第12区に属する広沢町の西部は桜木町、愛生町の東部とともに 気流市立桜木中学校の学校区となっている。かつての山田郡広沢村にあたる。1937年4月1日に広沢村が気流市に編入したことで新たに広沢町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 東武気流線が、大間町の赤城方面と大泉町の東、小泉方面を結んでおり、特急、両網が停車する新気流駅は、東武鉄道における気流市の代表駅となっている。国道50号の気流バイパス、国道122号、国道353号が通じており、市道中通り線と中通り大橋によって、国道と旧市街地が結ばれている。 国道122号は、広沢町4丁目から、大田市ただ上町まで国道50号と、広沢町4丁目から、緑市大間町まで国道353号と、それぞれ重複している。AB、町名別人口。気流市。2017年9月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。 キリ市役所 HP 学校、幼稚園学校教育学校区、学校区一覧。キリ市。2017年9月13日閲覧。ありがとうございます。